はい、皆さんこんにちは。今日はね、夏ももう終わっちゃうんですけども、サマータイムですね。それをやってみましょうかね。キーはね、C マイナーですね。こういう、キーでやってみましょう。 C マイナーのキーでやりますね。ですからメロディーはソーミーソーから始まる。今日は主にメロディーの方はね、譜面、C マイナーで、出てる譜面がいっぱいあると思うんで、これ参考にしてくださいね。今日は主に、左手の和音ですね、伴奏しながら、右手で単旋律でメロディー弾いて、サマータイムを弾いてみようという感じでやってみましょうかね。はい、使うコードはですね、こういう、こんな感じですね。最初のコードはどういうコードかっていうと、C マイナーですね。で、その次が、G7。G7 ですね。で、おやっと思われた方もね、おられると思います。G7 ってこうじゃないの。ね、普通こう弾くんだけども、ちょっとこういうふうに、ね、弾くとかっこいい。まあ、こう弾いてもいいけど、こうかな。ね。そうすると、これスラッシュして、ここにね、見たことあると思いますけども、ベースが D なんですね。一番下の音が D。そして上で、ね、G7 ですね。よかったらここでソの音も入れて、ね、こうしてもらって。で、この C マイナーと、それから G7 オーバー D っていうかな、オンコードとかね、D オン G7 とかそういう呼び方する場合もありますけども、これオンって書いてね、やる場合もありますけども、スラッシュ、ね、横線引っ張って書く場合もありますね。で、この横線引っ張ってやるやつも覚えておいてください。ベースが D、上が G7。ちょっとかっこいいでしょ。まあ、ちょっと手が届かないというか、あんまりここ押さえられない人は、レ、シ、ファですね。こんな風に押さえてもらったら大丈夫ですよ。ね。じゃあ今日は押さえるところをね、後でまた、詳しくやりますけども、じゃあメロディー弾いてみましょう。こうですね。で、合わせると、どうですか？できた？ね。もう一回開いて。ちょっと車検が白くて見にくいんで、ちょっとここにじゃあね、こういうのを使ったらどうでしょう。最初は、ね、こうですね。ね。見ますね。ドとソとミのフラットですね。で、ここすごくね、間が広いんですけどもね、まあ、手がちっちゃい人、僕もそんな届きません。手がちっちゃい人でも、できますよ。ね。こう、5の指で、小指で弾いて、人差し指でここを押さえるね。で、この時コツがあって、人差し指をこうなんか使い棒みたいにしてしながらこっち持ってくる。ね。これを軸にしてね、回すと。これを覚えておいてくださいね。はい。じゃあ、その次の今度は、G7、ね、オーバー D、あ、出てるかね、G7 オン D っていうかね、これは、どう押さえたらいいかっつったら、ですね、これはじゃあ、この色で、ね、レの音を押さえてください。
ね、そして、シの音を押さえましょう。ね、でファ、ね、オプショナルで、ここですね、これ押さえてもいいですよ、同時にね。あるいはファだけで、ね、見えますね、はい、これは赤緑赤緑って赤緑赤緑ですね、それでメロディね、ここまでね練習してみてくださいね。その次いきますね。じゃあ一回この黒板に書いてる字消しますね。次に、あ、ちょっと待ってね。じゃあここちょっと白い子置いておきます。次のところですね。はい、次ね、音が変わっていくところです。ね。次いきますね、はい、じゃあこれちょっと全部消します。ポン、じゃあ今度は F マイナーね、使うコードは、F マイナーですね、そしてその次が、F シャープディミニッシュね、F シャープディミニッシュ丸ね、丸 F シャープディミニッシュね、こうですね。ね。でその次は、G7 ね。さっきも G7 出てきましたけども、今度はちょっと押さえ方の違う G7、勉強しましょう。で、G シャープ7。F マイナーの押さえ方はこうですね。で F ディミニッシュ、 F シャープディミニッシュが、ですね。こっちがいいかな。これ実はね、どの音を押さえてもみんなフラット、どっちでもいいんですね。じゃあ、同じ音をね使いましょうか。そのままキープして、はい、じゃあ最初は、F マイナーファーね、それからドそれからラのフラット、これ F マイナーですね、じゃあその次、ちょっとオレンジ色で、ディミニッシュね、ファのシャープ、それからドの音はねそのまま弾いてください、ね、だからここは同じですね、ここは同じ音を使うね。でこれがちょっと動いてこうなりますね、そしたら、この黄色い点が F シャープディミニッシュね、緑が F マイナーね、そうするとF マイナー、 F シャープディミニッシュ
その次は G7、ね、じゃあ G7 も、書きますね。はい、じゃあ G7 は、ここですね、ソとファ、これで OK です。で、G シャープ7、ね、これは、このまま、上にね上がってもらったらいいですね。これは何色がいいかな、これはでは、ブルーでいきましょう、はい、G シャープですね。 G シャープ7ね。じゃあ F マイナーは緑ですね。わかる？ね。で、そして、F シャープディミニッシュが、黄色。ね。で、G7 がソとファ。赤ですね。そして G シャープ7が、ブルー。ね。ね。失礼、 F マイナーで F シャープディミニッシュで G7 で G シャープ7、ね、でまた元に戻って C マイナー7戻っていきますね、じゃあいきますよ。 F マイナー2回その次 F シャープディミニッシュ G シャープ7メロディーそのままでいいですよ。で G7 ね、こうなりますね。はい、はい、ここまで分かりましたね。じゃあまた、これ消してポンいきます。はい、でまた元に戻ってこれは今全く、最初にやった、ところと一緒ですね。最初にやったところの、ね、C マイナーとそれから G7 ね、 D G7 オン D のベースの上に G7 が乗っかってるね、紺色の字で書いた C マイナー、うん、そして最後のとこ、今から最後のところやってみましょう。はい、ここで使われる、コードは、E フラットっていうコードと、E フラット、Eフラットで、Aフラット、今度はメジャーセブンですね。Aフラットね、メジャーセブン、三角セブンって書いてこれね、メジャーセブンと言いますね。そして、その次は D セブンですね。D7、 そしてまたさっき勉強したところの G7、
ね。ね、そうするとソこれ E フラットで A フラットメジャーセブン D セブンで G セブンでまた C マイナーですね。で戻っていくよってことですね。C マイナーに戻っていきますね。E フラット。A フラットメジャーセブン、D セブン、G セブン、でまた C マイナーですね。はい、じゃあ押さえ方、言いましょうか。はい、最初 E フラットはね、これちょっと非常に、シンプルに E フラットとそれから C のフラット。この2つでいいですよ、ね、メロディー、ね、この、メロディーと左手だけで E フラットが出来上がってます ね。その次です、今度は、A フラットですね。 A フラットは、ラのフラット、ね、それから、ソのナチュラルですね。この2つです。まあ、これは押さえても押さえなくてもいいです。まあ、一応変えておきましょう。ね。はい。そうそう。E フラット、A フラットですね。で、はい、今度は、D7 ですね。D7 はレと、ファのシャープね。できれば右手の親指でこれを押さえてくれるといいですよね。押さえてくれてね。はい、こうなりますね。ですね。G7 は先ほどやりましたね、ソとファとC、これもさっき、右手左手だけで弾いてたけども、右手の C の音を加えると、なお一層 G7 らしさが出てるね。でメロディーがですね。でこれ書きましょう。はい、はい、じゃ今度はこれは、ね、書き色でいきましょう。ソと、それからファ、ちょっと待ってね、この色ちょっと見にくいね。他の色使おうかな。何色がいいかな。そうですね。じゃあ紫、紫わかるね。ね、ソとファですね。で、シの音をここに、これ右手でね入れますね。そうすると、押さえるのはこういう感じになりますね。これメロディーですね。そうすると E フラットA フラットメジャーセブンで D セブン両方で使います。 G セブンね、両と方でわかるね。俺あの紫色ね。で、ですね。Thank you.
わせかっこいいよね。でしばらく時間しばらく弾いて、でみたいな感じで、弾いたらサマータイムですね、弾けるかなというね、いう感じでした。じゃあ今日は、サマータイムね、やってみました。